どうも、高井です。快適な環境を手に入れて、あなたは満足できるのか。理想と違うことで、さらに不満を持つのか。おそらくあなた自身は、テレビを買っても、車を買っても、家を買っても、満足できないことでしょう。それなんでかって言ったら、高級車を買っても、テレビで、さらにいい、すごいお金持ちが、あなたよりもいい車に乗って乗り回してて、あ、かっこいいなって思ったら、くっそー、幸せそうだな、ムカつくなーって、その瞬間に不幸になるわけですね。家を買っても、豪邸をメディアで見たら、くっそー、あんないい家みたいな、今の不幸だなーって、即その瞬間不幸になっちゃうわけじゃん。他の人と比べることによって、あなた自身がいくら快適な環境を手に入れても不幸になってしまう。幸福を求めれば求めるほど人って不幸になるんですよ。だからこそ、求めるのであれば、これこそが理想って思ったとしても、例えばゲームをやりたいっていう環境であったとしても、ゲーミング PC っていうのを快適な環境にしたとしても、10万投資する人と100万投資する人だったら100万投資する人の方がいい環境にできるよね。だからこそ環境にお金を投資するってことはお金がすぐかかるので、お金で解決できない幸福を求めなければ、精神的な幸福、それを求めなければいけない。だからですね、お金で解決できることってすごい、いくらお金があっても足りないことなので、まずは他の人と比べるよりかは自分自身の幸福を考えてみてください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。